こんにちは、こんばんは、おはようございます、ゴスケです。本日は横浜方面へお出かけしていたので、こんな時間からのスタートでございますけども、はい、帰りにね、あの土砂降りに会いまして、ずぶ濡れで、私はドブネズミみたいになってましたけど、ドブネズミって見たことある人いるのかな。まあいいや。今日はちょこっとあれかな、一つあのオリジナルグッズを紹介します。こんな感じで、多分ねタイトルにこれ入れようと思うんで、分かっちゃうかなっていうものなんだけど、はい、じゃじゃん、どうですかこれ。前ねゴム印作ってもらったんだけど、今度はあのゴム印じゃなくて、このね缶バッジ、オリジナルのゴスケ屋で作ってもらっちゃいました。いつもは僕は結構数があるものを受け負いというかね、あのそれを依頼を受けて作る側なんだけど、作ってもらうってなんていいんでしょうっていうね、わざとあります。いくらにしようかな、330円とかでいいかな、わからんけど、うん、まあね、ある程度はあのノベルティとしてグッズとしてね、お配りしてもいいのかなとも思ってるんだけど、感謝の印にみたいなね、まあまあなんかのお買い物のついでに1個2個ポンと放り込んでいただけると幸いでございます、カートへね。そうで、今のは通常バージョンなんですよ。そしてこれね、やることが憎い、はい、ああわかるかな、開けちゃおう、一つだけね、あのおまけで入れてくれました。いいでしょ、ほろ、これはね、あの1個しかないんで俺がつけます。前もねここにつけてたんだけど、新しく新調しました。キラキラン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 くだらんねえよな、すいません。てな感じで、ね、あの缶バッジできました。あのうちのベースね、うちのショップの方に並べていこうと思いますと。はい、で今日はね秋分の日なんですよ。秋分の日よいしょ、秋分の日って全く関係ないんだけど、どうしようかな、こっちにしようか。そうだ、あのねゴスケ屋に小人がいる説があるんだけど、よいしょ、これさ、今そこにも、今そのカメラがこれにくっついてんだよ。同じものがあるんだけど、この部品いい加減ネジ開けないと出てこない、結構回さないと取れないのね、結構回さないと取れないんだ。こんなに回さないと取れない部品なのよ。ね。で、こんなに長くして使うことがないから、これ外れるって、まあ、ないじゃん。まあ、ないことなんだよ。自然に外れるってことはまずないと思うんだ。これがね、外れてそこに置いてあったんだよ。全く意味が分かんない。超怖え。はい。超怖いんです。あ、雨が降ってきたな、また。もうね、この雨の中ね、歩ってきたらね、大変いい感じに、ずぶ濡れです。っていうか、ドブネズミ、そう、リンダリンダですよ。リンダリンダって通じない人もいるんだろうけど、さてと、これやるときはな、本当にこの自動糸切り機能が欲しくなるよなって。
ッチ細かすぎるかな。これがな、なんか動いてるときは黙っちゃうよな。黙っちゃう。こうずっとミシンを動かしながら喋れてないってことは、俺はまだまだなんだろうと思うよ。まだまだ。まあね、こういう仕事っていうのはね、どこまで行ってもまだまだ小僧っていうのがありますけどね。よいしょ。そうなんだよね。だからこれをやる専用のミシンがあってもいいのかなと思ったりもするんだけどね。ほら黙ったでしょ。やっぱね、どこか緊張してんだよ多分。もっともっとスピードは上げられるんだけど、よく降るな。世の中は今日から3連休でしょ。先週も連休で雨すごくなかったねえ。大丈夫でしょう。うまいことごまかしたっていうんじゃないな。リカバリーできた。まあ言い方悪きゃごまかしたんだけどね。よし。これなんでこれをやるときこうまたかと思うんだろうかって。ひとえに単価の安さだよね。だったら値段上げないじゃねえかと思うんだけど、どこかこう義務でやってるっていうのがいかんのかな。これはよくこれでほら駒を磨いてるじゃない。その動画も出すじゃない。だからさ、な、これ結構な数出るんですよ。結構な数が。うりゃーってね。もう少しピッチ細かくしなくても、荒くてもいいかな。よし、ではちょっと真剣にビタッと止まって四隅を曲がれるようにちょっと集中しましょうか。言ってるそばから失敗しそうですが、あれ上で止めちゃったら何をやってるんでしょう。下手目だからスピード落としましょうね。ビタッ。
初めてこれをもう使い始めてから結構経ちますが、初めて知った機能がフルスピードからバンって止めるとバーバンって最後の1回はゆっくりになる。多分そういう設定があるんだろうね。もう一個だ。あ、今はビタッと止まったな。これた、な、なんだろう。おお、ナイス。ナイス。サイトちょうどで終わった。パッて離した時に針が下にあるのか上にあるのかで違うのかもな。そんな気がする。上にある時はドンで、下にある時はビタッて止まるみたいな、そんなんじゃない？違う？分かんない分かんない。ミシンが得意な人教えて。多分このサーボモーターの種類の、あれ、エラーがついてる。よいしょ。今 E0 ってついたから、もしかしたらバンって止まったのが原因なのかもしれない。さ、もう何度も俺動画の中でやってると思うんだけど、回を追うごとにちったらスムーズになってる。こうして夜は更けていくわけでございます。今回何枚やろうかね。でも泣き言言うなよ。だよな、こんなんさ、こういうのの専門の人はさ、一日に何百枚も何千枚もやったりするんだもんね、こういうのね。心配なら塗っとけだよね。飽きてきたでしょう。飽きるんですよこういうのはね。だからといってやっぱやめたってのはできないもんです。それが仕事。
これさ、本当はもっともっと早くできるんだけど、やっぱ機械もんじゃん。だからあんまりスピード上げると熱持ってきたりとかして、で熱を持つとそれなりにそのクリアランスがとかさ、でもまあそこまで高温になることはないと思うけど、感じで進んでいきます。はい、思いついたことがあって、今また動画回し始めたんだけど、あのさ、俺らはこうこればっかりじゃない、この工業用のミシン、ごっついやつしか見てないけど、洋裁とかさ、その、ね、布とか袋物とか洋服を作る方たちのミシンってまたちょっと何ていうのかな、こんなほら直線しか縫えないわけじゃん。なんかいろんなことをできる機能があったりするでしょ。ああいうの見るとああすげえと思うんだけど、そういうの盛り込んじゃうと多分こういうパワフルなことはできないのかなって。でもなんかいいよね。でなんかあのこういうリッパーみたいのとかでこうしながらとか、こう詰めながらとか、こう引っ張りながらとかさ、ねいろんなテクニックを使って縫うじゃない。だから革に応用が、そういうのはね、聞かないものももちろん多いんだろうけど、ね、何かしらこう応用が効く、僕らの知らないテクニックみたいなのがまだまだあるような気がしてきてるんだよね。でこう定規とか使わないでもこう手で持ってツーッとまっすぐ行くじゃない。見てるとこう線とかも引かないで、ああいうの見てるとすごいなと思いますよ。うん、もう一回抜いたやつ。なんか引っ張ってきた。よし、オッケー。はい。はい。そして、日本全国どれぐらいの数いるんでしょうか。アイコスを吸ってる方々、ね。作業しながら吸うのはやめましょうっていうお話でございます。なんでっていうと、これさ、経験あると思うんだけど、僕のチャンネルを見てる皆様っていうのは割とというかほとんどが何かしらものを作ってる方だと思うのね。で、何かやりながらこう、ね、でやるわけですよ。これやってて、何かの拍子にこう集中してるじゃん。こっちを吸うことないですか。ね、
口に加えた瞬間、あ、違うと思うんだけど、違うと思うんだけど、これからやろうとしてるのは糸の処理なんですよ。ちょっと想像するとわかるんだけど、これ加えたらシャレにならんよね。熱いじゃん、先端。ね。俺さ、せっかちで時間がもったいない、時間がもったいない、ずーっと思ってるから、もうね、じっくり、もう、つけた方がいいけど、ここら、おっぽりっぱなしで、で、時間が経ってなくなっちゃうとかね、そんなばっかりです、もう。ただ単に、お金を、煙に変えてというか、ただ温めて、なくしてるっていうね。うん。とても良くないよね。だから、一旦手を止めて、やった方がいいんじゃね?なんて、そんな風に思います。ね、映ってないか、ほら。そんなもん映して何になるって言うあれですけど、これね、まあ、当然のごとくミシンで縫ってるんで、上糸下糸があるんで、糸を4本切って、ね、この、これがね、で、これから先は糸が縫ったんで、ほつれていかないんだけど、ピーってハサミで切るところから、縫うところまで、この縦糸、横糸があるでしょう。これで、もちろん刃もスーッと入れてるときに、縦糸と縦糸の間に、横糸?まあどっちでもいいや。糸と糸の間をスーッと切っていくわけですよ。でその時に、こう、そう、こっちの方向に走ってる糸だけ切って、こっちに走ってる糸は、こう、またがないようにまっすぐ。それ多分ね、その布を普段やってる人にとっちゃ、なんてことはない簡単なことなんだろうって、俺は思うんだけど、で、革を相手にしてる、革はそういうもんないじゃん。裁断はやってことしてるけど。だからこう、だけこう、なんちゅうかな。慣れないことだから、なんだけど、そのパシッとこう切った、あとよ、ピーッと切ってって、で、こう、チョキ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 と切って、こう四角くしていくんだけどさ。この時にな、これよ、これ。ここはもうほら、こうして、要は、この繊維と、に沿ってミシンのラインが入ってれば、こう、途中で止まるこれは出ないはずないよ。だーだーと縫ってるようだけど、まあ、完璧じゃないですよ。完璧じゃないんだけど、この布の目を見てさ、なるべくこの縦横のと同じ平行であり、こう垂直であるように、ほら、これは2本またいでるわけじゃん。こう、またがないようにしたいわけ。どうなんだろうね。そういうのは、普通にできるもんなんかいね。それがわからん。革しかやってないからわからんのです。そんな、それともあんま考えずにやるもんなのか。まあ、柄とか模様があるからな、そんなに、そういうもんじゃない気もするけれど。うまくいけやよ、これがこう、ほんと、スーッと余分なもん取って、こういう後からちょきちょき切るもんは出ないはずなんよね。そううまくいくかいやって思うけどな。なんかつまらん話すんません。ちゅう感じ、なんかこっちがメインになっちゃってるみたいだけど、これだからね、今回の動画のメインは。缶バッジ。ちょっと自分でも気に入ってます。カバンとかになんかつけたりするでしょ?最近流行ってるでしょ?わからんけど。
わからんけど、あの、板バッグっていうのはなんかこの間ちらっと耳にして、何それって思って、ね、そうそう、あの、板車とか言って、イタリアの車じゃないよ。あの、痛い車とかでさ、ね、そういうのがあるじゃない。似たようなんで、こう、板バッグみたいなの見たんだけど、俺、あれじゃねえのって思いますよ。自分がかっこいいとか、自分がいいな、かわいいなって思ったものが正義ですから。人にとやかく言われる筋合いはねえんですよ。痛くねえよ、俺はって思いながら使えばいいんじゃないですかね。うん。周りに合わせる必要なんて全くないですからね。という感じで、そこに、あの、ゴスケ屋のこのバッジも、追加してくださいませ。いらねえよって言われそうですけどね。よいしょ。もうこの動画が公開される頃にはどうなってるだろう。まあ、結構な数あるんで、売り切れってことはないと思うけど、全く数が減ってなかったら、笑ってやってくださいませ。うわぁ、うわぁ、これやってん時っつうのは、なんちゅうかな、鼻がね、ムズムズするんだよ。たぶん、この、ほわほわしたこの綿毛みたいなのを吸い込んじゃってるんじゃないかって俺が思ってるだけで、実際にはそんなもんね、大して吸っちゃいないんだと思うんだ。でもね、なんかその思い込みで鼻がムズムズしてるような気がしてならない。実際吸ってんのかな、でも多少は。あれ？スイッチ入ってない。これな。よし。まあこの作業がいらないぐらいミシンをズバズバとこうビシッとまっすぐ縫えていればな、って思いますけど、だからこのビャーって直線でコンマ3ミリとか4ミリとかずれたら、こう一本一本またぐってことだからね。狙ってでもいいでしょ、四隅のうちに1個しか出てないとか全然出てないとかもこうね、これ多分ね、黙ってやっ1回動画止めて黙ってやった頃のはこう結構ね、こうなんだねえかなって勝手に思ってますけど、これを掃除機で、こいつを掃除機でバーって一気に吸うのが気持ちよかったりするんですけどね、はい、今回はやらないです。よいしょ、ってな感じで今回の動画はなんか、まあいつものごとくグダグダなんだけども、こんな感じで終わろうと思います。また遊びに来てね、バイバーイ。